はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと気になることがあって、夜のかぶせってどうなんだろうなというちょっと疑問があってですね、意外になんかチヌとか釣れるんじゃないのか思ってしまったんで、ちょっとですね、かぶせを夜釣りでやってみたいと思います。で、まあ装備的にもですね、ヘッドライトこうピッとつけてやるだけなんで、ちょっと当たりとかそういうのは全体的にね、取りづらいと思うんですけど、まあでもひょっとしたらなんか釣れるかもしれないんでね、まあ僕の勘ではチヌあたりが来てもおかしくないんじゃないかなと思うんですけどね、この間の感じで見ると。まあでもこればっかりはちょっとやってみないとわからないんで、やってみたいと思います。頑張るぞー、イエーイ。よし、来た。お、なんだなんだ。あ、よっと。わあ、やりました。ちょっと待ってよ。よいしょ。あ、やりました。夜のかぶせでこんな魚が食ってきました。来るんじゃねえ、牡蠣に来ましたよ。これサイズは25センチぐらいかな、25から30ぐらい。シーバス、各地方で呼び名は違うと思うんですけど、やりました。チビちゃんが1匹、ちょっと嬉しいけどかな。チヌ狙いに来たんですけど、やりました。よいしょ。夜じゃけんね、当たりがなかなか取れんというか動画にならないんで、まあ、とりあえずつけたんで、はい、次です。わあ、いいとこかかっとるね。よーしょ。逃がしてあげまーす。このままね。こっから、かわい、ちょっとかわいそうだけど、ポチャンします。よかった。いやー、よかった。マジか、よかった。
よし、来た。やった。なんだなんだなんだ。あ、これも多分さっきと同じ引き鮭。あ、シーバスですね。よし、行くぜ。ほいっと。やった、マジ嬉しい。今日ダメ元できとったけど、やりましたよ、なんとか出た。いやー、おるもんじゃねえ。よし、やりました。逃がします。おい、ちゃんと。はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、夜釣りということで、かぶせの夜釣りやってみたんですけど、なんとシーバスが2匹釣れました。いやー、あの辺りからしてですね、あれチームじゃないんかなと思ったんですよ。あと、まあ餌取りで何回かちょっと小さい当たりがあるなったんですけど、まさかシーバスがカキ食うとは思わなかったですね。なんでやっぱりいろいろやってみないとわからないなと思いました。皆さんもですね、ぜひ機会があったら夜のかぶせ釣りやってみてください。ふい、一応釣れた。やった。それではこの辺りで。バイバーイ。